こんにちは、やこさん。こんにちは、かっこ、プロデューサーかっこかりたかしさん。今噛みましたね。いや、噛んでないです。噛んでないです。噛んでないです。まあ、あの、かっこかりがちょっと言いづらいですよね。そうなんですよね、うん、いつ取れるんですかね。かっこかりですね、皆さんの指示が得られると、あのね、上司の許しが出るんですよ。そうすると、あの、かり取りでちゃんとしたプロデューサーになれるので。あ、なるほど。え、皆さんのメールお待ちお待ちしております。まあ、そういうと、あの、あやこさんもあまりその衣装変わりませんよね。はい、そうなんですよね。でちょっと、あの、残念なことに、こう、毛先が、毛先がね、ね、傷んで傷んできてる。私のキューティクルを救っていただきたいなっていうのもあります、ね。じゃあ、スポンサーも募集中というところで。募集中です。よろしくお願いします。さあ、あやこさん、あの、はい、今日かかりましたね。かかりましたね。アニソンの女王ですか。ロンド、レボリューション。きたきた。じゃあ、ここで一曲どうぞ。いろんな方面で大丈夫ですか。これ怒られるんですよ ね。 そうですよね。あの、ネットで音流しちゃうとね。そうアカペラでもちょっとなっていう。そうですよね。でもカラオケ、あれ、よく歌いますか。よく歌いますね。一人でカラオケ行った時によく歌いますね。一人で。ええ、まあ、置いときまして。あ、そうですね。はい、あの、やっぱアニソン元気になりますよね。なりますね。で、あの歌、こう、いろんな方がカバーしてて、うん、歌出たの時代はもう結構前じゃないですか、はいはいはい、なんですけど、今もこう中川翔子さんとか水木奈々さんもアニソンでコラボしましたし、はいはい、いろんな方が、千原みのりさんとかね、はいはい、カバーされてて、名曲ですからね。歌い継がれる名曲ですね。継がれる名曲ですね。うん、あの、朝会社来ると聞くと元気になりますからね。聞いてるんですか。たまに聞いてます。潔く。潔く。じゃあ、最後に、はい、コメントお願いします。お、コメント。どうぞ。みんな、メッセージ待ってるっちゃ。2回目ですね。あれ、難しいですね、コメント。なんか気の利いたものがペロンって出てくるかなと思ったら感じで。